さてお二人なんですけれども、まず黒明選手、はい、1月11日からボートレース小島で開かれますヴィーナスシリーズ第18戦第11回クラリスカップ出場されますが、これ3回目の小島の女子戦となるんですけれども、はい、まあ狙うは小島初勝利、予選突破あたりですか。そうですね、まずはもう小島でやっぱ1着取った姿をお客さんに見せたいなと思ってるんで、まずは1着が取りたいです。地元でやっぱり、はい、いろんな期待の声もう聞いたりしちゃいますよね。ですね。やっぱちょっとはい。ここは地元でもちょっと気合い入れて頑張りたいなって。はい。あと女子戦と男女混合戦って、まあ、違う部分ってあるんですか。まあでもやっぱり雰囲気はちょっと違うかなって。って思うことはあるんですけど、そんなにあんま変わる、めちゃくちゃ違うって感じは感じないんで、はい、ですかね。そんなあんま思わないです。じゃあ黒明選手的には女子戦だから男子戦だ男女混合だからといって、まあ、気持ちはあまり変わらずこう、あ、それはもう全然、はい、変わらないですね。で今回もう地元選手がクラリスカップは16人参戦ということなので、これはもうどうですか、心強いですか。逆にちょっと地元選手も多いしプレッシャーになったりとか。いや、もう地元選手が多い方が心強いです普段もなかなかこれだけ地元選手がいる中でっていうのはないですね。そうですね、どっちかというと私はすごい嬉しいです多い方が嬉しいんで、ちょっと楽しみっちゃ楽しみなんですけど、緊張もあり、はい、はい、そうですね、楽しみもあり、はい、特に地元の女子選手って、まあ、本当お仲がいいイメージってすごく強いんですけど、はい、雰囲気ってどんな感じなんですか、岡山支部の女子選手の皆さんって。先輩方は本当に聞いたら何でも教えてくださったり、しっかりレースとか熱心に見てくださったりしてアドバイスとかもすごいいただけるんで、なんか団結し岡山支部で団結してるなっていうふうには女子戦行った時も感じることが多いです。チームワークの良さが、そうですね、そんな感じがします。川崎選手、はい、女子選手たち見ててどうですか。みんななんか和気あいあいとしてるかなっていう感じはしますね。逆にこう岡山支部の男子メンバーはどうですか。男子メンバーももうなんか一致団結してなんかしっかりやってる感じですね。じゃあもう女子も男子も岡山支部ってもうチームワークの高さっていうのはもうピカイチなんですね。はい、女子戦がクラリスカップは1月行われますけど、女子戦ですけれども川崎選手からしたらやっぱ注目度も高いですか。ちょっと出ないけれどもやっぱ気になって、同期の黒明選手が出てるってなると。そうですね、同期のとかはやっぱりちょっと気にしたりはしますね。応援メッセージが来たりとかもあります、走る前とかに同期から。それはあんまないです。あれ川崎選手なんか応援のエールとか送られないんですか。頑張ってるなとか思ってこうしっかりこう見てるだけでちょっと気持ちひっそりと応援しているタイプなんで、はい。そうなんです。じゃあ黒明選手川崎選手のじゃあその思いは届いてる。まあはい。多少らしいですよ。あったらどんな会話するんですか、レース場とかで。レース場であったらやっぱこの前ここ行ってたからとか、レース場でのペラとか、はい、レースの感じとかそういう話は大体するような。そうだね。まあプライベートの話もするのはするんですけど、はい、まあそういう話は絶対します。情報共有したりして。そうですね。川崎選手から見た黒明選手はどんな選手ですか。レースとか結構なんか真剣に自分なんて言ったらいいんですかね、まあ、自分のことをこう、はい、一生懸命しているみたいな感じはしますね。なんか言葉がまとまらない。一生懸命な。一生懸命ですね。一生懸命しっかりなんかやってる感じはしますね。それも刺激になりますね。じゃあ、いやレース場とかで会うことがないんで何とも言えんのですけど。黒明選手から川崎選手見てどうですか？いやなんかすごい熱心で真面目だなと思います。レースとかすごいなって、はい、尊敬するとこは多いです。ちょっと私には足りない部分もあるんで、すごいなって思います。でもその活躍見て頑張ろうってなる原動力にもなってる。はい、はい、それはあります。仲いいお二人でございます。もう本当にこんなにお互いを称え合えるなんて、なかなかライバルでもあるじゃないですか。ただもうちょっとなんかこういう時にちょっとチクチクこう言ってもいい機会ではあるのに、お互いのいいところをこんなにも称え合うなんて素晴らしい。もうどっちも応援したくなりますね。それはもうどうかそのなんかピュアなままで、まっすぐなままでいていただきたいです。はい。何目線って感じなんですけど、すいません。何目線って感じなんですけど。そして続いて川崎選手なんですが、1月20日からボートレース児島で開催されます、はい、琉球シリーズ第2戦スカパー JLC 杯第32回瀬戸の若鷲決定戦に出場されます。まず児島の水面のイメージってどうですか？まあ、いろんな場を走ってみて児島、まあ、地元なんで、うん、水面的には乗りやすい感じはしますね。児島で走るときはやっぱり気合もいつも以上に、そうですね、いつも気合入ってるんですけど、うん、それ以上に、はい、気合入れていってますね。うんうん、ルーキーシリーズといえば、まあ、年代も若いメンバーが揃ってるということなので、まあ、よりなんかこう負けたくないぞみたいな気持ちにはなったりします。そうですね、結構近場の人たちが結構多いんで、やっぱバチバチな感じにはなってそれは川崎選手の場合は出していく方ですか？そのバチバチ感というか、ちょっと負けないぞみたいなこのパワーを出していく方ですか？それともこう見せずに見せないけれどもちょっと心の中では、いやちょっと俺手の内見せてないけど行くよみたいな。いやもうまあ自分こんな感じなんであまりこうなんかバチバチ感とかなんかそういうのは出さんですけど心の中ではちょっとメラメラはしてる感じはあります。負けたくない、絶対この選手ちょっと負けたくないというか意識しちゃうなっていう方って聞いてもいいんですか？ここで意識してるのやっぱり同期で三村岳斗って同期のもう一人いるんですけど、はい、あれには全くないです。はい。ガクト君にはね。ガク選手には負けたくないですね。ちょっとガクト選手見てたら負けたくないとおっしゃってます。でもその三村選手と川崎選手がもうどんだけバチバチしてるか、ピットでしっかり見させていただきたいなと思いますけど、初めての児島ルーキーシリーズ戦に今回なると思うんですが、はい、まあ狙うは予選突破。そうですね。とりあえずは予選突破で、うん、そこからもう一つ一つなんか段階上げていけたらなっていう感じはします。じゃあもう最低限予選突破みたいな感じですか？そうですね。そこは確実に狙っていきたいかなっていうのはありますね。そして、予選突破を目指すし、三村選手もしっかり抜いて、そうですね、しっかり2人でちょっとそういうところで高いレベルで戦いたいなっていうのが、切磋琢磨して三村選手も一緒にこう三村選手が負けたくないぞって思うぐらいのじゃあレースをぜひ見せていただけたら、ファンの方々もねすごい喜ぶと思いますが、まあ、瀬戸の鷲若決定戦も来月1月20日からって言ったらもうすぐ1ヶ月。ぐらい今今日撮ってる収録させてもらってる時考えた1ヶ月ですけど、この残り1ヶ月どんな風に過ごしましょう、川崎選手。とりあえず、まあ、レースはしっかりやって、まあ、正月レース小島走るんで、はい、そこでそのルーキーシリーズとかにも向けてしっかり小島の水面とかそういうのに慣れていけたらなっていうのはあります。黒宮選手はもう1ヶ月切って結構もうすぐやってきそうなライスカップですけど、はい、それに向けてどんな風に過ごしていきましょう。そうですね、もう練習来れる日はもう絶対行って、なんかもうレースイメージしながらちょっとスタートとかも考えてやっていきたいなって思います。もう練習といえばですけど、すごいお二人とも空いてる時はいつも来られてますよね。なんかはい、そうですね。休んでますかっていうぐらい。休んでますか、お二人とも。休みない。いやもう基本的にはもう空いてる日は行けたらいいっていう感じです。そうなんですよ。もうピットに私も入らせてもらってる時は、レースが始まる前も新人の方含め他の支部の選手の方がすごく練習にいつも来られててご挨拶するんですけど。いつも休んでるんだろうか、体は大丈夫だろうかってなんかレース以上になんか心配になっちゃって、さっきから目線がおばあちゃん、近所のおばあちゃんって大丈夫なんかなみたいな感じですけど、もうなんかもう挨拶して健康を確かめるみたいなところが近所のおばあちゃんもうなんか見かけて「おはようございます」って挨拶して、なんか表情を見て「あっ元気そうだ、よかった」みたいな「ご飯食べてるかな?」ってなんかそんな目線になってきてます今も。では、最後に黒宮選手、川崎選手、まずはクラリスカップへの意気込み、黒宮選手からお願いします。はい、まずは地元で1着を、予選突破も目指したいんで頑張ります。応援お願いします。頑張ってください。では川崎選手、ルーキーシリーズへの意気込みをお願いします。はい、岡山勢全員で予選突破目指してしっかりと頑張っていきたいと思います。頑張ってください。もうお二人の活躍に期待していきましょう。皆さん応援よろしくお願いします。